はじめまして。私はシェンです。今23歳です。シンガポールから来ました。香港理工大学の3年生です。専門は機械工学です。趣味はサッカーです。毎週土曜日、香港友達と遊びに行きます。今日は友達と香港の大学生活を紹介します。私は毎朝8時に起きます。そしていつも30分ぐらいベッドの中で眠り、その後シャワーに入ります。9時半に友達と朝ごはんを食べます。10時半から11時までに歩いて大学へ行きます。午後2時ぐらいに食堂で昼ごはんを食べます。授業のあと友達と門戸で買い物します。7時ごろ電車で学生寮へ帰ります。晩ごはんは野菜と肉を作ります。そして午後10時から午前12時までに音楽を聴きながら勉強します。それから30分運動します。午前1時ぐらいに寝ます。ありがとうございました。私は毎朝7時に起きます。そしていつも30分シャワーに入ります。と服を着る。毎朝7時半に朝ごはんを食べます。8時に歩いて大学へ行きます。そしていつも11時半に昼ごはんを食べます。図書館は3時から4時までです。そしてスーパーで野菜と肉を買います。5時うちへ帰ります。いつも部屋で音楽を聴きながら晩ご飯を食べます。私は10時半に寝ます。ありがとうございます。私は毎朝7時半に起きます。8時に家を出てバスで大学へ行きます。大学の学生生活は自由時間がたくさんあります。授業がなければ9時ごろに図書館へ行くことが多いです。いつも食堂でお昼ご飯を食べます。行く大学の食堂はいろいろおいしい料理があります。お値段は非常に安いです。でも食堂はいつも人が多いですから座席を得ることが難しいです。他側は家で勉強します。宿題はたくさんあるけど友達と暮らしているので毎日楽しいです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。